ばいから見てよって言われて手に取ったのが地下マンだった日本人だったんです。ここまでちょっと壮絶な人生を送ってる人が本当にいるのかなと。冗談じゃない、あんなの殺しちゃうよっつって道具出してもう弾がなくなるまで撃って自分たちはいたのはそのレベル5っていう失うもんがない人が多いわけじゃないですか。絶対もうこのまま殺されちゃうよ。相手からやっぱ喧嘩売られたら喧嘩買わないと。He's a very, very intelligent, powerful man.